日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら和食里のお寿司、ポリセット、たこ焼き、餃子、カレーパン、ごま団子を食べたいと思います。で、なんで今日和食里を注文したかと言いますと、この前スシローとくら寿司のお寿司をレビューした時に、もっとお寿司食べてほしいっていうコメントをツイッターの方でいただいたんですね。ですが、自分の行ける範囲のお寿司屋さんが他にないんですよね。というふうに、行ける範囲というよりか出前館で届けてくれるお寿司屋さんが、で、何かないかなって探していたら、以前年末に天ぷらを注文して、以前なんか和食里がヒットしましたので、こちら和食里でお寿司といろいろ注文してみました。寿司だけだとちょっとやっぱり物足りないのでね。ではお寿司に行く前に、まずはこちらの焼き鳥から食べていきたいと思います。やっぱりまあベジファーストが一番なんですけど、今回はちょっとないのでミートファーストということで、ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、今回も全部食べてから一気にレビューするというのを忘れていましたね。この場を借りてお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。さて、どの料理も旨味が噛んだ瞬間に広がってきて美味しいな。だけど一つだけ残念なのもある。なんだろうな、お寿司は美味しいですね、やっぱり、申し訳ないんです。前回のスシローくら寿司のレビューと同じで、一気に食べて最後に全部感想を言うつもりだったのですが、それを宣言するのを忘れていました。申し訳ございません。そしてごちそうさまでした。まず最初に食べた焼き鳥ですけど、小さめのお肉でも結構噛み応えと旨味があって、ほんのり塩コショウが効いていて、さっぱりいただくことができましたね。で、他に唐揚げと天ぷらも乗っていたのですが、でどちらもさっくりとした衣の揚げ物なんですけど、天ぷらの方がよりお肉がしっとりしていて食感で勝負、唐揚げの方は旨味がじゅわっとくるのでお肉の旨味で勝負していました。それぞれに個性がありますので、これはお好みだと思います。続いての餃子は、もっちりとした皮の中からお肉と野菜の旨味がじゅわっと広がってきました。ラー油とタレの相性も良かったです。まあさすがに餃子の王将みたいに美味しいとまではいきませんが、やっぱり専門店には負けないね。餃子の王将って餃子専門店ではないよ。中華料理のいろんな種類ありますけどね。で、その次に食べたたこ焼きは、とろっとした生地の中からたこの食感をしっかり噛みしめることができました。その次にお寿司パクパクいきました。特徴的だと思ったのが、エビが2種類あったんですよね。一方が焼いてあって、もう一方が生。生のエビってくら寿司やスシローには入ってなかった気がするので、そこが記憶に残っています。ちなみに焼いたものの食感、固めの食感もいいのですが、生の方も柔らかい食感とともに旨味が広がってきて、どちらもありでした。その次、カレーパンは衣がサクサクで、口の中で噛むたびに心地よい音が聞こえてきて、カレーはそこまで辛くもなく、やがて甘ったるくもない、バランスの取れたカレーで良かったです。そして最後のごま団子なんですけど、まだ揚げて間もないためか、ちょっとお餅はとろっとしすぎてきた気がしましたね。自分はどちらかというとごま団子は弾力がある方が好きなので、これだけはもうちょっと冷ましても良かったかなと思いました。ですが、和食里のいろんなお寿司とサイドメニューいろいろ食べて美味しかったです。この中だと自分はお寿司の、特に生エビのお寿司を強くおすすめしますので、今回は生エビのお寿司を代表として5点とさせていただきます。はい、それでは夕立か7日続くの不吉なり、まあ確かに夕立が1週間連続で降るってなかなかないですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。